スーパーファイト日本 VS 世界3対3マッチ、この試合から始まります。女子アンダー50キロ、画面左側 K1 ジムシルバーウルフ、日本カナ25歳、対してフランスからやってまいりましたエミリー・マッシュ。さあ放送席解説は、カメラに近い方から佐伯玲香さん、そして佐藤義弘さん、はい、中村匠さんです。お三方どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今ゴングが鳴らされています。グローブを高く上げて左の拳を動かすようにしてカナのモーションです。対して右手を前にピンクのトランクス、右ローキックがエミリー・マッシュ。ミドルキックを返していきます。早いうちにという反撃のカナ。さあ中村さん、はい、カナがこれは復活戦メロニー・ヘウヘ戦、グレイス・スパイサー戦を経てですね、ここにやってきたわけですね、はい、まあ、そうですね。とにかくグレイス・スパイサーに勝った試合で非常にこうレベルアップしたところ、今までこうなかったこのステップワークとかこう機動力とか、はい、そういったところも非常に見せたので、まあ、今回ねどんな試合になるのかっていうのも楽しみですし、やっぱエミリー・マッシュ選手プロの戦績が少ないのでなかなか、ね、こう情報がなかったというところで、はい、ちょうど公式のプロフィールオーソドックスだったんですけど、はい、僕も映像とか見たりして、今も、ね、サウスポーなんで、はい、おそらく本当はサウスポーなんだろうなっていうのとか、まあ、そういったところからね、はい、まあ、カナ選手も、ね、それは言ってたことだったんですけど、そういったところとかもやっぱ肌合わせてみると分からないところっていうのは外国人選手特にあると思うんで、今は、まあ、どんな選手かなっていうのをこう探りながらの試合のスタートかなっていう感じがしますよね。カナ選手絶対に逃がさないですからね。今もすごい圧力ですよ。この段階でもうそれ強力というのは佐藤さん感じますか？もう結構エミリー選手嫌がってると思いますよ。そうですか。佐々木さんどう睨んでますか？そうですね、やっぱりエミリー・マシュー選手は初めて見るので、どんな選手なのかなっていうのが、はい、正直なところですね。カナサイドからもぜひ、はい、やっぱり本当見るたびに強くなってるカナ選手なので、今回どういった戦い方をしてくれるのかなっていうのは楽しみですね。もう互い一発一発ここまで有効打、佐藤さんありそうですね。エミリーもミドルいいですよ。カナも返しますが、そうですね、確かにエミリー・マッシュ今は右のローを放って距離を取ってきます。ただカナ選手の圧力なんですよね。こんだけ迫力のある攻撃に圧力加えられたらもう相当相手は嫌だと思いますよ。また中村さん、今回これ、はい、トレーニングでだいぶ筋肉量をカナは増やしてきた。そうですね、もう経路の時のね、本当におー、パンチからロー、エミリー・マッシュ体もすごい体になってましたし、走り込んで右ボディはカナです。ラリーエミリーのパンチ、さらに左ミドル、また接近戦です。やっぱエミリーの左のストレートとかパンチはそんなに 重さはないですけど、タイミングっていいですね。結構当たってるかなっていうのは何度か、はい、あったんで、お右で飛び込んでくるカナ。あとエミリーの左ミドルがモロに、おお、右だダメだダメだダメだ、立てるわけがない、この右ストレート、立てるわけないですよこれは。こんにちは、名古屋の皆さん、はじめまして、シルバーウルフのカナです。初めての名古屋大会ということで会場の雰囲気とかも結構違って、後楽園ホールよりもすごいなんか違う熱気があってめっちゃ緊張しました。今年の初めに初めて1月に負けてタイトルを失って、でそこから復帰して今日、KO で久しぶりに勝つことができてよかったです。メロニー選手を倒すのは自分しかいないと思うんで、今年中の借りは絶対に今年に返します。今年しっかりリベンジしてベルト巻いて次のステップに必ずつなげます。この後もあと2試合続くので、大和選手と野入選手の応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。